雪国の道路では冬になると気温が下がり道路が凍結してしまいます。滑りやすい道路や歩道では人が転んでしまったり自動車がスリップしたり危険な状況になり怪我や事故につながります。これを防ぐため道路や歩道に散布するのが凍結防止剤です。凍結防止剤には水が凍る温度を下げる働きがあります。凍結防止剤を散布することで路面の凍結を防ぎ安全に走行することができます。それでは凍結防止剤を見てみましょう。凍結防止剤には主に塩化ナトリウムと塩化カルシウムの2つがあります。塩化ナトリウムは値段も安く長い時間効果を持続させる力を持っているので最も多く用いられています。塩化カルシウムは散布直後から効果を発揮しますが塩化ナトリウムに比べ値段も高いことから歩道などで使用されています。水は0度で凍って氷になります。液体が凍る温度のことを凝固点と言います。水は温度が下がると水の分子の動きが止まりお互いがくっついてしまうため凍ってしまいます。液体が凍る温度、凝固点は全ての液体が水と同じ0度ではありません。水の中に水以外の分子があると水の分子がくっつくことを邪魔してしまうので同じ温度でも凍らなくなります。水に塩が溶けた状態である塩水は凍結する温度が0度よりも低く濃度が高い時には最大で約マイナス20度にもなります。それでは水道水と凍結防止剤として使用されている塩化ナトリウムを入れた水がどのように凍っていくのか確認してみましょう。右が水道水、左が塩化ナトリウムを入れた水です。現在の温度は2つとも約マイナス 0.3 度です。5分後、塩化ナトリウムを入れた容器の温度は約マイナス 8.5 度ですが変化が見られません。一方、水道水を入れた容器は温度の低い底の方や周りから凍り始めています。約10分後、塩化ナトリウムを入れた容器は凍りませんが水道水を入れた容器は凍ってしまいました。いかがですか？塩化ナトリウムには気温が下がっても水を凍らせない力があることを分かってもらえたでしょうか。凍結防止剤は気温が低くなると予想される日などに道路を管理する国、県、市町村がパトロールを行い坂道、カーブ、橋の上、交差点など凍結すると危険な箇所を重点的に凍結防止剤散布車や人の力で散布しています。また散布する量は予測で出された気温や濡れた路面の状況により凍結防止剤散布車で走行しながら道路の温度を確認するとともに量を変えて散布しています。国土交通省北陸地方整備局では凍結防止剤を散布するときに凍結防止剤が風で飛ばないよう、また早く凍結防止効果が発揮できるよう凍結防止剤に塩水をかけて散布する湿潤式散布方式により行っています。水に濡らした塩化ナトリウムの方が重くなるので強い風が吹いても飛びません。また塩化ナトリウムが溶けた水は散布後すぐに凍結防止効果を発揮します。
このように機械もどんどん進化しています。凍結防止剤の働きや効果を分かっていただけたでしょうか。凍結防止剤のおかげで冬の間でも安全に道路を通行することができるのです。